スーダンの料理をする女性スーダンの一スーダン料理は地域によって変わり、スーダンの歴史を通して文化横断的な影響を大いに受けてきた。大塚和夫の調査によると、スーダンのとある農村では細かくした茶葉を煮出した紅茶に砂糖を多めに入れたモーニングティーを一杯飲んでから出勤、または農作業に出かけ、一仕事を終えた9時から10時頃にフトゥールと呼ばれる簡素な朝食をとる。 15時頃にとる昼食は、ガダーと呼ばれ、1日で最も豪華な食事になる。一方、夕食を意味するアシャーは21時頃にとり、老人など早寝の人は食べずに寝てしまうこともある。食事は、基本的に、男女別で複数人で共に食べ、個食は稀である。食べ始めは皆揃えるが、食べ終わりは、満腹になったものから順に席を外し、 近くのソファなどで全員が食べ終わるのを待ってから食器を下げ、食後の紅茶を楽しむ。朝食は自宅に戻れる人は自宅で、戻れない人は職場近くの食堂でとる。自宅では野菜や豆の煮込みとパンが多く、食堂ではトゥスタと呼ばれるホットドッグに似たパンを使ったサンドイッチを食べることが多い。一仕事を終えてから朝食を食べるため、 朝食時間帯の職場は閑散とし、小学校でも児童は一旦下校して家で食事をとる。昼食は野菜や豆の煮込みのほか、肉料理やパン、米飯、マカロニ類、キスラと呼ばれるクレープ状の薄いものが丸本に乗せて供され、その時居合わせたもの同士で取り囲んで食べる。休日である金曜日や特別な客人が来訪した時は食事の質と量が向上し、 デザートとして果実類が供される。夕食は朝食よりも簡素でパン、キスラ、煮豆などで簡単に済ませる。ラマダーンの時期は日中飲食ができないため夕日が沈む直前に食事を準備し、礼拝を呼びかける放送を聞いてからまず飲料を取り、夏目足の実を数粒食べてから本格的な食事に入る。この時期には普段の昼食でとるような食事のほか ホルモルと呼ばれるソルガムで作った独特の飲料やトウモロコシや豆類を煮込んだバリーラなどラマダーンならではのメニューも供される。エルマラーラやウムフィティトと呼ばれる食事は羊の持つ玉ねぎ、ピーナッツバター、食塩で作られ生で食される。イスラム教の国家のスーダンはシャリアの下で統制されアルコールの調達、消費、購入が禁じられている。 アルコール禁止を破った場合、40回ムチ打ちされなければいけないという罰則がある。このムチ打ち系は裁判所の空き地で行われ、有罪とされた飲酒者が衣服を着たまま執行され、それほど強打はしない。スーダンの大統領を務めたモハメド・アンヌメイリは、1983年9月にシャリアを制定し、これを記念してナイル川にアルコールを投棄した。 荒木という夏目足で作られた人は、シャリーアに反して違法に醸造されている。スーダンの荒木の醸造者はシャリーアに反して生産を続けている。南スーダンが分離する前のスーダンでは、密造主製造は、南スーダンの出身者であるヒムスリムやエチオピアからの難民が行っていると言われていたが、実際には、ムスリムの地元住民の中にも密造する者がいたと、される。 ワイカ、ブッサーラ、サバロアグといったニアイミアや乾燥オクラを使ったシチューがある。ミリスは羊の脂肪、玉ねぎ、乾燥オクラで作ったシチューであり、シャルモートアビアドは、干し肉を、カジャイクは、魚の干物を使ったものである。シチューは、基本的に、ソルガムの粥であるアッセイダやアッセーダドクンと共に、食べる。赤道州ではモロヘイヤをアッセイダに加える。 カモーニアという牛肉とレバーのシチューは、スーダン以外にも、エジプトやチュニジアでも食される。代わりと呼ばれるスープは、牛や羊のひづめを野菜と共に煮込み、エルムスサラミやワルバー、小麦粉、ナツメヤシ、香辛料を煮込んだものである。ありがとうございます。